ガラは、スペインバスク自治州、サンセバスティアンで発行されている、日刊誌。使名は、バスク語の存在同士の一つであり、スペイン語では、ソモス、英語では、アレ、日本語では、タイであるの意味。スペイン語とバスク語の二言語による新聞である。元編集長のフアリスティ1998年7月15日、サハであり、 バスク民族主義者の代弁者だったエギン氏が非合法であるとされた。新しい新聞は約10万人が新聞社の株主となった大衆キャンペーンの後に生まれた。エギンの後継紙として1999年1月9日には新紙の大礼号が広められ新紙送還の理由が明らかにされた。1月30日に柄が送還され新聞販売店で 第一般が刊行された。新プロジェクトの資本は数百億ペセタにも及び、大衆株主もプロジェクトに出資し、バスク報道メディア協会を創設した。この企業はまたデジタル情報に関するナイスというプロジェクトを行ってきた。二つのメディアはフランス領バスクのバイグラで発行されているレジャーナルジュペイズバスク氏。 インフォサスピラジオ局と共に編集方針を共有しており、アスティバヒアの利益なしに精神性の共有を推進した。バイゴリ出版社は柄観光について一部の責任を有している。総監当初の新聞編集部は65人の専門家で構成されており、ギプスコア県ウスルビル出身の新聞記者であるメルチェ・アイスプルアが編集責任者を務めていた。 2004年2月には編集長がホス・フアリスティからアイスプルアに変わり2011年1月30日にはアイスプルアの地位をイニャキソトが引き継いだ2004年3月11日にはマドリードでスペイン列車爆破事件という大惨事が起こり国民党政権はバスク祖国と自由によるテロ事件だと断定したが事件翌日の3月12日には ETA のメンバーであるとする何者かがガラと接触し、この事件が ETA によるものでないことを伝えた。実際にこの事件は ETA とは無関係であり、3月14日の2004年スペイン議会総選挙で国民党が敗北して社会労働党政権が誕生する主因となった。M によれば2008年の1日あたり読者数は9万7千人だった。 2008年7月14日付の紙面でパンプローナのスペイン国家警察によってパンプローナのガラ本社が電話盗聴を受けたと断言した。2014年には元編集長でエウスカルエリアビルド所属のフアリスティが人民の決定という選挙連合から欧州議会議員選挙に出馬して当選した。ありがとうございます。